指数の定義になります。a のマイナス n 乗というのは、a の n 乗分の1。a の n 分の1乗というのは、a の n 乗根。n 回かけて、a になるものという風にすることができます。そういう感じで、この例をやっていくと、まずは2のマイナス4乗ということですが、これは要するに2の4乗分の1という風にできますので、2の4乗。つまり、16分の1。こんな感じで答えることができます。続いて2番。 27の3分の1乗。はい。つまり、これは、えー、27の3乗根というふうにすることができますので、3回かけて27になるもの。それは3ですよね。はい。では、次です。25のマイナス2分の1乗ということなので、これ、マイナスっていうのは、まあ、分のってなります。で、2分の1ですので、ルート25。はい。ルート25分の1とできますので、5分の1。こんな感じで答えることができます。 指数の定義しっかり通せ、ておくようにしましょう。以上になります。